ではこれより定例記者会見を開催いたします。本日は発表事項が2件ございます。では玉城知事よろしくお願いします。はい、では、まず発表事項を申し上げます。沖縄県では旅行前の出発地における PCR 等検査受験に関する2回目のアンケート調査として、令和3年7月20日以降に関東、関西、中部、九州北部の4つの地域から来県した合計1550人の旅行者を対象に、9月17日から22日までの間、ウェブ調査を行いました。7月下旬にも同様の調査を実施いたしましたが、その後に国による無料の搭乗前モニタリング検査が開始されたため、時系列的な変化などを把握するとともに今後の対策につなげることを目的としたものであります。調査結果の主な概要としまして、沖縄県が旅行前の出発地での検査を呼びかけていることについて認知度が 72.4% となっており、前回調査より 1.9 ポイント増加しています。出発地において検査を受験した旅行者の割合は 51.8% となっており、前回調査の時よりも 4.5 ポイント増加をしています。検査を受験していない方でワクチン接種済みと回答した旅行者は全体の 17.8% となっておりますので、沖縄県が求めるワクチン接種または検査の陰性判定を受けてから来県してくださいとお願いをしている旅行者は全体の 69.6%、 約7割近くに達しています。無料の検査を利用した旅行者も 14.4 ポイント増加しており、国による出発地における搭乗前モニタリング検査実施の効果が現れているものと考えております。沖縄県としてはアンケート調査の結果もお示ししながら、今後も引き続き国においては旅行前の出発地における検査体制の継続などを求めてまいりたいと考えております。また今回の調査結果を踏まえ、検査推奨についての認知度や受験率が比較的低かった年代や地域を対象として検査を受けなかった理由などに応じた訴求方法により、対象ごとに効果的な媒体を活用した周知広報を実施するなど、旅行前の出発地における検査受験率の向上に取り組んでまいりたいと思います。その他のアンケートに関する詳細につきましては、文化観光スポーツ部観光振興課までお問い合わせください。お願いいたします。もう一点、沖縄県では新型コロナウイルスによる感染を抑え込み、安全安心な島沖縄を一日も早く取り戻し、県民生活と経済に活気を取り戻すため、8月に沖縄県新型コロナウイルスワクチン接種基本方針を定め、10月末までに全人口の 70% にあたる104万人以上への1回目の接種を目指すこととしています。その目標達成に向けて、ワクチン接種に関して沖縄県としては市町村に対し個別に聞き取りを行い、課題解決に向けて調整を行うなど、接種が順調に進められるよう支援しております。また広域ワクチン接種センターの設置運営に加え、コマーシャルや SNS などの各種啓発活動を行ってきたところですが、モニターやお配りしている資料は全国と比較するために VRS システム、ワクチン接種の登録のシステムを使った数字を使っております。10月12日時点では 64.03% となっており、他方職域接種などを加えた県内のワクチン接種の実績は 65.1% という数字も把握しております。しかしいずれも全国平均を下回っているという状況です。今後さらなる接種の向上を図るためには、各市町村の接種実績の分析を踏まえた対応が必要となっております。このため沖縄県では各市町村の世代別の分析資料を作成したところであり、これをもとに市町村と意見交換を行い、必要な取り組みを実施してまいりたいと考えております。またこの分析を踏まえ、接種率が伸び悩んでいる市町村におかれては、未接種者に対する接種の再勧奨を行っていただくなど、きめ細かい取り組みを展開していただきたいと考えております。加えてよく耳にするのは、接種券をなくしてしまったということで、接種を
希望しているにもかかわらず接種を受けていないという方がいらっしゃるようですから、接種券の再発行は可能ですから、ぜひ各市町村にお問い合わせいただきたいと思います。このような分析および市町村との意見交換を通じ、市町村との連携をさらに強化して、一人でも多くの方にワクチンを接種していただきますようお願いを申し上げるとともに、我々もしっかり取り組んでまいりたいと考えております。発表事項は以上です。ではただいまの発表事項に関しましてご質問をお受けいたします。はじめに県内幹事社 NHK さんお願いします。 NHK 菅見です。よろしくお願いします。公団 の、 ワクチン接種加速化につけてなんですけども、さっきの表を出してもらって、世代別見ますと、やはり20代から39歳の世代が 5.25% 全国比より落ちていて、若い世代でやっぱり進んでないなと思うんですけれども、先ほどその市町村ごとに世代別の分析資料を県の方でお作りになられたということなんですけれども、現状どういった自治体でどういった世代に課題があるというふうに分析されていますか。これはでは、分析の報告をしてください。マイクを。保健医療部の方では今、ご指摘になっていますこの、全体の世代別の、接種率を今度は地域ごとに市町村ごとに、出して、それぞれの市町村の特徴を出しているというふうな状況です。でやはり世代でいうと20から39歳のところがやはりまだ進んでないという状況がございます。全体の接種率では中部の市町村の方が少し他の離島を含めた地域よりも遅いというふうな状況がございますけれども、今度20歳から39歳になりますと中北部というふうに沖縄本島を少し全体的に低いところが広がっているという状況がありますので、それらの情報を各市町村ごとにこのようなレーダーチャートにして、特に遅れているところについては直接お話をして、今後の改善策について今後検討していくという作業を行います。以上です。よろしいですか。よろしいでしょうか。はい、続きまして県外幹事社の読売新聞さんお願いいたします。読売新聞の矢野です。よろしくお願いします。はい、同じくワクチン接種加速化に向けた取り組みについてなんですけど、現状この数字をもとにして10月末までに 70% という目標は達成できるという見通しなんでしょうか。はい、先ほども申し上げました通り、この、システムを使った数字は 64.03%、 そして医療者も含めたワクチン接種10月12日時点で1回目は 65.1% です。全体の接種率はずっと伸び続けてはいるんですけども、上がり幅が徐々に緩やかになってきていて、一部の市町村では少し止まっているのかなと、停滞も見受けられつつあるというように分析をしています。ですから10月末までに県民の 70% に1回目のワクチン接種ができるよう、さらに市町村にもその細かい分析状況なども伝えながら、市町村が地域の住民の方々に呼びかける手法などもぜひ考えていただきながら、さらなるワクチンの接種に向けた取り組みを市町村と協力をして進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。ではその他の社の皆様からも発表事項に関しましてご質問をお受けいたします。ご質問ございますでしょうか。ごめんなさい、新報さんお願いします。すみません、琉球新報梅田です。はい、発知でのですね、PCR 検査、受験状況に関する調査についてなんですが、はい、実際にですね、内閣府の事業だと思うんですけど、実際に内閣府が発知から沖縄に来る際にですね、どれだけの方が無料 の PCR 検査を受験したかっていう、そのデータみたいなのって把握されたりはしていますか。内閣府が持っているデータ自体はですね、全体の数字しかなくてですね、沖縄だけちょっと特定するという数字はございません。以上です。よろしいでしょうか。産経新聞、ごめんなさい。どうぞ。よろしいですか。どうぞ。じ
ゃあまず産経さんから、まず産経新聞さんから。すいませんどうぞ。すみません、失礼しました。はい、ワクチン接種のことについてなんですけれども、はい、全国的に見てかなり、遅れが目立っているような感じがするんですが、この原因について知事はどのように判断されているんでしょうか。そうですね、まず県内の接種率については、その要因として全国で高齢化率が最も低く、それから若年層の方が多いことと、人口が多い市町村でワクチン接種体制の構築に時間を要したことなどが挙げられるのではないかと思います。ですから、おそらく先に高齢者の方々から世代別に接種券を配布をしていただいたこと、できるだけ混乱がないようにその接種期日を決めながら進めてきているんですが、思ったようにその30代、20代、あるいは10代の方々の接種率がなかなか伸びていかないことと、それと全体的にはいわゆるその改善目標である数値も改善傾向に見えてきているところからですね、徐々にそのワクチン接種に対する例えば必要性であるとか緊急性であるとか、そういうような捉え方に若干なんて言うんでしょう、なんて言うんでしょうね、緊張感が少し薄れてきているのではないかというような声も聞かれています。ありがとうございます。でしょうか。他に新報さん。ありがとうございます。琉球新報の秋田です。旅行前の出発における PCR 検査受験のアンケート調査について教えていただきたいんですけども、はい、これ1550サンプルで、この旅行者のうちこの1550をどういうふうに、どういう方を対象にこう調査されているのか教えていただけますか。では、はい、お願いします。はい、調査の方法ですけれども、調査会社のモニターに対してですね、沖縄旅行に行った方、今回の調査対象は7月の20日以降で沖縄旅行を一泊された方ということで、一斉にウェブでアンケートを取りまして、でそれぞれのエリアごとの人数がありますので、そこで到達した時点で締めて集計するという形で行っております。以上です。答える方が自分でこのアンケートのサイトにアクセスしてやるってことですか。調査会社のモニターに対してですね、ウェブアンケートという形で出して、でそれに応じる形で集計をする形になりますので、なので年代とか、人数とかそういった条件で、一旦やってそこに出したら、そこで締め切って集計するという形になります。もともとこの調査会社のモニターに登録されている方が対象になってるっていう。そういうことです。この意識が、この感染対策に対して意識が高い人たちにもしかしたらサンプルが偏っているとすれば、そのもう少し認知度が低いっていう可能性もあるんでしょうか。前回も同じ手法でやっていますので、そういう意味では前回と今回の比較というところも大きいかと思います。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では発表事項以外のご質問をお受けしたいと思います。まず県内幹事社 NHK さんお願いします。よろしくお願いします。はい、コロナについてお伺いします。はい、9月以降順調に減ってきてた新規感染者数なんですけども、一昨日昨日と前の週を2日連続で上回っていまして、はい、特に昨日は前の週の倍増とですね、下げ止まりどころかちょっと増えてるんじゃないかというのを伺えるんですけども、この現状について知事はどう思われるかと、あと今月いっぱい、県独自の措置の営業時間短縮を要請しているわけですけども、こうした状況の中で前倒しの解除というのが可能なのかも含めてお願いします。はい、今おっしゃったように県内の感染状況が改善されてきたとはいえ、やはりコロナウイルスの脅威がなくなったということではないということは、改めて県民の皆さんにしっかりと受け止めていただきたいというように思います。県民や事業者のご理解と協力のおかげで、直近1週間の新規陽性者数は9月1日時点では3903人でしたが、10月14日昨日の時点では159人まで
減少しています。同様に療養者数についても6309人から294人に、で入院者数についても712人から43人に減少するなど、医療体制の逼迫もかなり改善されています。で県としては経済活動の再開に向けた感染拡大抑止期間、これを10月31日まで設けさせていただいておりますが、その前倒しの解除等についてはですね、やはりこの下げ止まりになっているのではないかという状況なども勘案しながら、10月19日に報告される沖縄県疫学統計解析委員会の分析結果と、それから経済関係団体会議も開催をして、経済関係の皆さんのご意見も受けたまわりたいというように考えておりますので、引き続き感染状況が落ち着くと見通しが確認されるか、あるいは来週の専門家会議等の意見を踏まえた上で、対策本部会議を開催し、前倒しの解除が可能かということ等についてもまた協議をしていきたいというように思います。ですから現在の段階では前倒し解除するか否かについてはまだ、はっきりしたことは言及できないということですね。宣言解除からちょうど2週間経つわけですけども、はい、知事自身はおととい昨日の数字というのはどのように実感として見ていらっしゃいますか。確かに夜の人口は増えているというデータはあるわけですけれども、はい、ですからできるだけワクチン接種も進めていきながらですね、認証店舗の登録もかなり進んできていますので、そのように飲食は4人以内、3密を避ける、そして、2時間以内で1時間までというように呼びかけている、その何て言うんでしょう、楽しみ方を、そういうようにしっかりと感染、拡大を抑止するということを頭に置いていただいて、飲食店や、その会合を利用するというようなことにしていただきたいと思います。ちなみに10月14日現在、昨日現在でですね、10月18日と比べた場合の数字ですが、0.7 の推計値で見たところ、人口10万人あたり、自宅療養と入院等の調整中は、10万人あたり、0.7 推計だと10月18日に達したときには7人となっています。これは国の基準だと10万人あたり60人ですから、かなり改善されております。それからもしそれが若干増えているねということで 0.8 で推計した場合には、10万人あたり8人というようになっています。ですから 0.7、0.8、 やはり1を下回って、その感染状況が抑えられているという状況を作るためには、なお引き続きこの拡大抑止期間においては、先ほど言った会合は4人までとして、できるだけ2時間、短い時間でその飲食や会合を済ませていただくということ、そして遅くまでできればいわゆる飲み歩いてほしくないなと思います。それだけ外に出ている時間ということは、人と人とに触れるその接触のタイミングも増える、イコール感染のリスクも高まるわけですから、ですからそのことも踏まえて、とにかくもうこれ以上この自粛が続いていたような苦しい場面をまた繰り返さないための協力を、努力をしていただきたいというように呼びかけたいと思います。でしょうか。では続きまして、県外幹事社読売新聞さんをお願いいたします。読売新聞の矢野です、よろしくお願いします。県外幹事社の方からは、米軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐる設計変更、沖縄防衛局からの設計変更承認申請についてお伺いします。岸田新政権発足後ですね、岸田首相も、所信表明演説の中で、辺野古を、移設を推進するんだという立場を改めて表明されまして、今回の衆議院選挙でも、辺野古移設というのが争点になるかと思うんですけれども、この設計変更の判断時期についてのお考えというのを改めて、お聞かせください。はい、沖縄県では沖縄防衛局から提出された公有水面埋め立て変更承認申請書について、関係機関からの意見等も踏まえ、4時にわたり質問を行ってまいりました。この申請は大規模な地盤改良工事の追加だけでなく、施工計画の大幅な見直しですとか、
これに伴う環境影響の再検討を含む計画変更となっています。ですから変更箇所が多岐にわたることから、慎重に詳細な点について今厳正に確認点検作業をさせていただいています。現在沖縄防衛局からの回答などを踏まえて、ジュゴンへの影響、地盤の力学的調査の必要性について審査を行っていますが、実は今日もその審査の状況についてその内容をいろいろとその点検をさせていただいているという報告もいただきましたので、今審査が続いている状況だということですから、いつこれを判断するかということについては引き続き審査の推移を見たいというように考えています。関連して以前の会見では5回目の質問もする可能性について言及されていたかと思うんですけど、はい、現状そのご予定というのはどうなっているんですか。今のところこれまで行ってきた質問で、ある程度その防衛局からの回答も、出ていますので、その回答をもとにして厳正な審査を行っているという状況ですから、これ以上質問するかどうかについてはさらにその審査の過程の中で、もし出てくるのであれば質問するかもしれませんし、あるいはいろいろな側面から分析をして、質問は必要ないと、必要ないというか得られた回答からその審査を導いていくということになれば、そのように進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。ではその他の社の皆様からお受けいたします。ご質問ございますでしょうか。まず新報さんお願いします。はい、お願いいたします。名護市のこの新基地建設に向けた三茶川の切り替え工事について、はい、県との協議が整わない中で防衛局が進めていますけれども、はい、これに対する県の対応 です、ね、新たに何か決まったことがあれば教えていただければ。そうですね、まずその協議を終えない中で工事を着手したという点については森林法ではですね、国等が行う林地開発行為については許可が不要とはなっているんですが、国会の付帯決議の中では国等の実施する開発行為についても開発許可制度の趣旨を貫徹すると、その運用について厳正を期することというように付帯決議で規定されています。ですから沖縄県では沖縄県林地開発行為実施要項に基づき、国が林地開発の行為を行う場合は協議を行うこととしており、沖縄防衛局に対して不備の書類の提出を求めております。しかしそのような状況において、いわゆる協議中であるにもかかわらず工事に着手したことは誠に我々は遺憾だと思っておりますし、沖縄防衛局については工事をやはりまずは止めていただいて不備の書類を提出して協議を行っていただきたいということを申し入れています。でしょうか。他にご質問ございます。毎日新聞さんお願いします。毎日新聞の遠藤です。よろしくお願いします。はい、先ほどの辺野古の設計変更 の話で知事のお答えの中で、その内容を点検させていただいているという報告もいただいたというお答えがありましたが、はい、これはある程度出来上がってそれを点検しているという意味なのか、最終段階にあるのか教えてください。先ほどもお答えさせていただきましたけれども、防衛局からのこれまでの回答を踏まえて地盤の再調査の必要性については6月16日付で質問を行い、6月30日付で、質問に対して回答がありました。このように質問と回答を繰り返して行いさせていただいていて、それら の事業者の回答を踏まえて災害防止および環境保全に十分配慮した計画となっているか厳正に審査を行っています。で、質問数は累計で39項目452件となっていますので、それらの質問した内容と回答についての、その審査を進めているということです。まだ最終段階にはないという。まだないと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。他にご質問、後ろの方どうぞ。沖縄タイムスの阿部です。はい、ヘイトスピーチ規制条例の関係でお伺いします。はい、県議会9月定例会でですね、与野党から県の制定作業が遅いという指摘がありました。知事の任期が1年を切る中ですけれども、いつ条例を制定するのか知事の考えをお聞かせください。はい、ヘイトスピーチについては
やはりそれに関する専門家の方々の意見を聴取させていただき、ヘイトスピーチをどうやって定義づけるか、どの範囲までそれを広げるのかということについても、さまざまな意見があるということは我々も承知しています。そして先進地の条例の設置背景やその内容についても、沖縄県でどのようなその類似の事例があるか、あるいはどのような点が参考になるかということを部局の方で今その調査と検討を進めさせていただいています。ですから今いつまでにということでお尻を切って回答することは非常に厳しい状況ですけれども、しかしいずれにしましてもその条例制定に向けた目標をしっかり持って、その内容も十分県民に理解が得られるような内容を確認して手続きを進めていきたいというように考えています。内容の今お話ですけれども、知事ご自身はヘイトスピーチ規制条例という言い方をされたり、有効性が高い方向でということを明言されたりしていますが、条例の方向性としてですね、ヘイトスピーチをその止めるための担保となる罰則などを含むその規制型にするのか、あるいはすでに5年、施行後5年経っているヘイトスピーチ解消法は理念のみをうたう理念型ですけれども、そのタイプにとどめるのか、この点いかがでしょうか。ですから県内でやはりどのようなヘイトスピーチがどのぐらいのその量で行われているか、どこで行われているか、対象はどういった方々かということも十分分析をする必要がありますし、それをさらにSNS などでの状況まで含めたものにできるのかどうかという、非常にこれは根の深い話だと思いますので、しっかり慎重にそういうことも検討しながら理念型で進めていって、後に規制をかける形にするのか、それとも最初から規制型にするのかということについても十分検討を深めていきたいというように考えています。よろしいでしょうか。最後1点だけお願いします。新しい、委員会専門家の会議ですね、先ほど知事からあった専門家の会議は、県議会でも設置を報告せずに会議があって、で報道で設置が明らかになると解散してということで、委員の名簿が非公開です、市議事録も非公開で、市民グループからその、不透明だという指摘があります。今後新しい委員会を立ち上げるということですけれども、この議論の透明性の確保についてお考え聞かせてください。今般私が部局から説明を受けているのは、いわゆるその専門家の方々から個別に意見を聞きたいということで、それでそれなんていうんでしょう、設置をしたというか、その場を設けたということで、何かこう、最初から何かの特定の委員会としてまあ継続的に審査をしていただくためのスタートではなかったということも聞いておりますので、おそらく今後はきちんとしたその形での委員会での審議が必要であれば、そういう環境も設置していくべきであろうというように思いますし、そうですね、県として本当にその県民の皆さんのいろんな声をどうやってその、法によって規制することが可能か否かについてもしっかり検討していきたいというように考えています。ですから私としては決してそれを後ろ向きに捉えることはないということを、まず根本においてですね、やはりそのきちんとした条例になるかどうかということを検討していただきながら、都度報告を受けて判断をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。もうお時間ですので、あとお一人お伺いしたいと思います。では沖縄テレビさん、お願いします。沖縄テレビの遠藤です。はい、行動制限の前倒し解除についてなんですが、県は当初18日めどに判断するという話だったんですが、はい、先ほど知事は19日の疫学統計委員会の分析結果を踏まえてという話をされてましたが、はい、前倒し解除の判断18日以降になる。はい、我々は当初から18日の疫学検討委員会の数値、その報告が火曜日にありますので、火曜日か水曜日に専門家会議を開き、そこでのご意見、それから経済関係団体会議からのご意見も承って、それでその週の
対策本部会議で前倒しに解除するかどうかということを検討していきたいというように、まあ、常々そう申し上げております。来週中の判断になる、と思います、はい。まあ、それが前倒しになるのかそうではないのかということを含めてですね、必ずしも前倒しするためだけの判断ではなく、その状況はしっかりと見極めていきたいというように思います。なぜなら10月31日までがこの拡大抑止期間ですので、この期間いっぱいはやっていきたいという声もあるかもしれませんし、他方で十分その数値としてはリバウンドは抑えられているというような判断もあるかもしれません。ですから、来週のその分析と意見を持って対策本部で議論をしていきたいというように思います。お時間ですのでよろしいでしょうか。はい、C 分ありがとうございます、はい、沖縄タイムスの大城です。近町の水道水から PFOS が検出されていた問題で伺います、はいはい、近町の公表が遅れたことと、あと暫定基準値ということで町から県への報告義務もなくて、県と町の連携というところでも課題があったのかなと思うんですけれども、はい、県民の不安が高まっている中ですね、県として今後改善策等を考えているものがあればお願いします、はい。ちょっと詳しく述べますと、企業局が令和2年の12月に電話のやり取りの中で提供を受けた情報は、近町の自己水源地から水源等から PFOS が検出されているものの、企業局水と水とブレンドすることで町民には水道水の暫定目標値50ナノグラムパーリッター以下で給水しているということの情報でした。で、住民等への情報提供についてはこれまでの経緯や今後の対策を含め、水道法に基づいて、なお水道法の規定によると水道事業者は原則として市町村が経営するものとなっており、水道事業者つまり近町は水質検査の実施及びその結果等を水道の需要者、町民ですね、の方々に情報提供しなければならないというように考えておりますので、規定されておりますので、その水道法に基づいて、水道事業者の責務として、近町において実施するべきものと考えています。で、その令和2年の12月に情報提供があった際、令和2年3月の近町議会でも PFOS 検出が議論されており、新聞でもこの内容についての報道があったことから公にされているものと理解をしておりますが、まあ、企業局としては近町からの相談に対して技術的な助言を行うとともに、さらなる企業局から の供給水の増量についても、施設能力に応じて可能な限り協力するということを回答させていただいているとのことです。いいでしょうか。それではお時間ですので、ここで本日の定例会見を終了いたします。どうもありがとうございました。はい、二平デビタン、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。